俺はただデキレない紳士どもの中で最強と謳われる伝説の人斬りを死ぬそこぶっ倒してみてえのよ。ちょっと臆病な性格でね。少なくとも俺は君の敵じゃない。たとえ君が淀斬りの敵であろうとね。相変わらず口の減らねえ野郎だよ。よし、マドトアーモンはその線で20区を担当し。面白いことを聞きました。そうですか、ベルゼネフも楽しそうだと思いますか。底なしの恐怖をお求めなら。そんな顔しなさんな中佐。今ちょっと厄介な事件抱えてるんだよ。女ばかり狙った連続殺人。軍のお膝元でいつまでも放置じゃメンツに関わるからな。俺パティシエの勉強してるんです。パティシエっていうのはお菓子職人のことなんですけど。海へ入るとまるで分解されるように死んでしまうってことがあるそうだ。実際見たことはないそうだが、まるで死に場所を求める。割れたのがメガネの方でよかったよ。これでお前もし皿が割れてたらさすがのさも切れてたね。お前ら全員ボコボコだったよ。